といきなり森中野が長与千種に襲いかかりました。今日疲れました長与千種、いやこれは完全に今日疲れました。そしてご覧ください、いきなり場外戦でやります。粘着を持って登場しておりました森中野、そして今ゴングが打ち鳴らされました。選手紹介はまたも戦略でやります。マイクを持った森中野、おーすごい勢いです。いやー投手をぶってました森中野。長与千種完全に先制攻撃を仕掛けられました。こういった試合ではですね、今みたいな先制攻撃が効果ありますよね。そうですよね、やはりあの中野にしてはね、あの、まあ、長与千種にとにかく一発大金星を狙ってね、はい、あの立ち向かうわけですから、もうこれぐらいの気迫があっていいんですよね。そうですよね。いや長与千種としてはですね、一応選手紹介があってそれから試合開始という気持ちだったんでしょうが、いきなり森中野襲いかってまいりまして、試合が始まりました。30分1本勝負、今試合が始まっております。まあ、異様な幕開けとなったんですけども、改めて宮本さん、この一戦ですけども、長与千種としても優勝するためにはもう絶対負けられませんですね。そうですよね、まあ、あの長与千種は今3引き分けを挟んでね、6点5点でトップなんですよね、はい。まあ、この後このブル、その後またあのダンプ松本のね、因縁対決も待ってますからね、はい。このブルに足を引っ張られるようではね、ちょっと優勝も難しいですからね。そうですね、はいはい。しかし今日は控え室でブルの中野にも話を聞いてまいりましたが、今日は何が何でも絶対に勝ちますと負けるわけにはいけませんと言っておりました。当然ダンプ松本の援護射撃ということもあります。まあ、ブル自身はですね、決して優勝には執着してないし、もう自分は無理だと思うけども、しかし今日は絶対に負けられませんと強調しておりました。長与千種ブル中野の対決であります。ジャガー、しかし意表をついたですね先制攻撃で、何かあの長与千種としてもですね、はい、自分のペースにね、自然にあのこの人は乗ってくるのは上手い人なんですけども、はい、今日はね出鼻をくじかれましたですね。そうですね、はい。ジグザコールは巻き起こっておりますが、やはり先制攻撃は見事に功を奏しておりまして、ブル中野のペースになっております。あがっちりとアキレス腱固めみたいな形ですね。ちょうどあの足の字の、はい、まあ、裏足の字と言いますね、はい、足を攻めておりまして、まあ、これはブル中野としても当然の作戦であります。そして今度は髪の毛を掴んで前としてブルの攻撃が続いております。ロープで打ってブルの体当たり攻撃だ。そして犬から行ってカウントがどうか、カウントが改めて入るか。ブル中野の重量攻撃必死にかわしましたのがクラッシュギャルズ長与千種であります。長与千種というしてもね、こういった大きな注目の一戦ではとにかく燃えることを知っております。真っ黒になって血がたぎります。今日はいい試合を期待したいという超満員の大宮スケートセンターのファン。ジャガーはね、はい、今日の長与千種なんですけども、はい、まあ、ブル中野とね大切な一戦を戦わなくちゃいけないわけですけどもね、はい、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、左の蹴りっていうものを完成させようとしてるって言ってましたんでね、はい、なるほど。そういうのが出てきたらいいなと思って、ほうほう、そういういつ出すかななんて見てるんですけどね今。なるほどね。まあ、あのここまではですね、ヌンチャク攻撃もあまりありませんし、強攻撃はハゲを潜めておりますブル中野。まあ、力と力でねリング上熱戦を展開してもらいたいと思います。そう、しかしグラウンドでもブル中野が中野千種を圧倒しております。そして千種の右の膝に巻かれております。今のサポーターを取ろうとしているわけですね。ああ、さあサポーターに手をかけておりますブル中野、どうなるんでしょうか。やはり右膝を集中的に攻めてくるんでしょうか。あーっと、これは痛いぞ。長与千種ウィークポイントを攻められております。さあ、ああ赤いサポーターに手をかけて、完全にどうやらこのサポーターを取ってリング外に捨てております。ブル中野、やはり長与千種の右の膝に集中的に攻撃を加えようとしております。ウィークポイントを狙ってまいりましたブル中野、これが極悪殺法であります。狙ってきましたね宮本さん。そうですね、もうこれはもう仕方がないことですけどね、はいはい、やっぱりブルとしてはもう、まあ、格上の長与からとにかく勝ちを拾おうと思えば ね、 そうですね、もう相手の弱点を攻めざるを得ないですよね、はい、
まあ、最終的にはやはり長与千種の拮抗撃、そしてジャーマンスープレックスであります。特に長与千種には習い子のスープレックスがあります。この攻撃をどう封じるかがブルナカの勝利の道。そして今コーナーからヌンチャクを取り出しました。さあヌンチャク攻撃が始まりました。強気攻撃でバックを取った。なるほど、ヌンチャクを使うと見せかけて今バックを取りに行こうとしました。あるいはジャーマンを炸裂させようとしたんでしょうか。挙挙実施でやります。またヌンチャクか影武者軍団の手に渡りました。ブルナカの昨年のリーグ戦でもね、はい、あの長与千種に原盤固めでやられてるんですよね。はあはあ、だから一度とにかくジャーマンを、やってみたいって言ってましたけどね。なるほどね、はい、今なんかちょっとあのジャーマンに期待性を見せましたもん ね、はい、もちろんこれは不発に割っておりますが長与千種としても油断はなりません。さあ足を固めに行きました。レグブリーカーに行っております長与千種であります。渾身の力を込めておりますが、なんといっても相手のブルナカノが大きい。特にあの下半身から、ね、太ももにかけて今ブルナカノはね一番大きい選手でありませんか。そうですよね、はい、さあここを切ってみますと右足が飛んだ。さあもう一回行くか。おお、これはブルナカノ捉えた。しかし右の膝をついております。さあ怒りが爆発するか、新しい攻撃を披露するか。そしてロープに振って聖剣だ。聖剣に一発、ボディに炸裂いたしました。顔面真っ赤で回し限定であります。さあ今度はおっとブルナカノ攻撃を見せました。しかしこれは2つに割っております。しっかりと右足を使いました。長与千種でやります。ちょっとジャガー、はい、試合が動いてきましたね。そうですね、はい、今一発目の蹴りがすごいいい蹴りしてたんですよね。なるほど、前にあの一つあの数よりも完璧な蹴りを、はい、見出した方がいいっていうようなことを言ったんですよ。なるほど、はい、分かりましたなんて言ってたんで、はいはい、練習したんじゃないですか。いい蹴りでしたね今のは。はい、まあ、あの数多く蹴りを使うよりもやはり必殺のというか効果的な蹴りを使うべきだと、まあ、ジャガーはアドバイスしてるわけですね。はい、そうです。なるほど、本人はしかしね自分 の、まあ、あの夢といいますかね、目指すところは一発で相手を倒す技だということは常日頃から言っていることなんですけどもね。さあ長与千種したいしたいに自分のレスリングを見せてまいりました。ブルナカノが苦しくなってまいりました。しかしブルの場合は苦しくなれば次々に狂気がこのリング内に密輸入されてまいります。影武者軍団はすでに全員待機であります。そしてナンバー3のコンドル斉藤が今放送席の前からブル中野にヌンチャクを渡そうとしております。さあブリッジでこらえます。ブルのブリッジ、いつでもブルが要求すればヌンチャクが渡りそうだ。さあどうするか。おっとこのままいった。一発炸裂であります。ブル中野ちょっと苦しくなった。さあヘッドバットからホールの体勢に入る。しかしカウントはものすごいブリッジを見せました。気合が入ってます今日のブルナカノ。さあバックを取った、バックを取った。おっと姿勢を低くいたしました。いやー悔しがっておりますブルナカノ、これは残念でした。やはり今日は必要にジャーマンを狙ってまいります。なるほどね、宮本さん、やはり攻撃よりも何よりも一発ジャーマンのお返しをというブルナカノの執念みたいなものが見えてますね。そうですよね、まあ、しかしやっぱりバックを取るにもねもう一つなんか工夫が欲しいですよね。あ、そうですか、はい、後ろからガッチリとボディーサーブをかけております長与千種。しかしこれを外そうというブルナカノであります。さあブルナカノが立ち上がりました。どうか、カウントが入りました。長与千種攻めながら苦しい体勢になった。おっとどうするか。なるほど、これはすごいぞ。誘いのための体勢に入ろうとしております。ステップオーバーで入った。いや長与千種の18番誘いのために今ブルナカノサッと入りました。今日はこの試合のためにいろんなこと考えてます ね、そうですね、もうマットのど真ん中ですからね、これはもうちょっと腰が落ちたらね、はい、もう本当に万全ですね。そうですね、はい、ちょっとまだ体勢不良ですね、はい。しかしジャガー、はい、今日はブルナカノもですねレスリングをしようという姿勢が見えてますね。そうですね、いろんなことを出してますもんね、はい、考えてるんですね。強攻撃に頼らずにね、はい、今日は小さい相手にちゃんとレスリングをやっておりますブルナカノ。もちろんその力は十分に持っております。
極悪同盟のナンバー2でやります。まあ、ナンバー2とはいえですね、今極悪同盟の実権は何か古中野が握っているような感じ。さあ場外戦になりました。おお、そして今エプロンに立ちつけました。さあどうするんでしょうか。場外戦はもちろんブルナカの優勢です。場外戦はブルナカの優勢です。さあファンが今ちょっと怒ってます。おっと、おっと、立ちつけられました。決策に立ちつけられました。ブルナカの大丈夫か。強烈だ。おお、大きな体がフェンスに立ちつけられて大変な迫力でした。放送席、さあ長与千草、そして何か持ってます。粘着を持って登場のブルナカノ。さあロープに振られた。そしてどうか、粘着が炸裂であります。ついに狂気を使いましたブルナカノ。実にうまい。今日は長く狂気をですねリング内に持ってないんですね。さっと使ってはですね、はい、若い選手に渡してますね、はい、効果的に使ってますね、はいはい、ですからまあ、あのホセトレスが反則のカウントを取るまでもありません。瞬間瞬間タイミングよく使おうという、あるいはブル中野の作戦でしょうか。今なんかあの一瞬使った狂気だったんですけども、相当に長与千草には効いているようであります。カウントが入ります。今のあのサイドスープレックスやりましたね、いろいろ考えてますね。そうですね。そして今度はブレンダスターだ。さあこれはどうか。あーっと、いやーカウント2、しかし実際はカウント 2.5。 長与千草危なかった。まあしかし 2.5 でも余裕はあった。さあスープレックスが出ました。まずスピーディーなスープレックスであります。そして今度はカウント2でした。ブル中野がかろうじてかわしました。どうするか。誘いのためだ。誘いのためのお返しは絶対にしておきたいところであります。これは本物のサソリ固め。やはり長与千草のサソリ固めは一味違います。先ほどのブルナカノは完全にあの腰が落ちてなかったんですけども、長与千草はポジションこそ悪いんですけども、しっかりと腰を落としました。じりじりっと今ロープの方に逃れようというブルナカノ。ロープレークを命じております。ホセトレス、まあ、長与千草もね、あの、はい、右膝完璧じゃないですからね、はいはいはい、やはりあの右膝の粘りがちょっとないですよね。はい、そして今度はタイルドライバーだ。さあ真ん中に歩いていってタイルドライバーでやります。ノーテンクイ打ち。さあ上から気合いものともいって抑え込むか。と冷静です。ブル中の薄目を開いて左の方を見ておりました。さっと左足が伸びております。なるほどね、ブル中のまだ参っておりません。さあ長与千草勝ってきました。円錐切りであります。そしてキック攻撃、胸元に入りました。まだ円錐切りだ。さあどうか、ブルナカノもキックで返すか。さあようやくキック攻撃が入ってまいりました。長与千草、そしてブレンバスターの体勢です。ブレンバスターです。さあ90キロを持ち上げることができるか。負けじ魂が爆発するか。長与千草持ち上がりません。長与持ち上がりません。あーっと持ち上がった。ついにやりました。デビルマスミが放送席の前に来ております。ファンが声を揃えますが、カウントは2でやります。ブルナカのブリッジってもなんか独特ですけども、力がありますね。そうですね、はい、さあそして今ロープに振った。長与ドーッと強烈なキックだ。これは強烈な下から蹴り上げました。ブルナカの反撃のチャンスを使いました。決まってます。ブルナカノのキックも決まってます。あーバックを取ったジャーマン、ダメでした。危ない。今のジャーマンはいかがですか。非常にねいいタイミングで入りましたよ、はいはい、ジャガー、はい、今のジャーマンどうですか。綺麗なジャーマンですよね。よかったですね。きっちり形も決まってました、はい、さあもう一回行くか。あージャーマンが攻めました。今度は行った。長与千草天下の宝刀ジャーマンだ。これまた2でした。カウントは2でした。壮烈な一戦でやります。ジャーマンの応酬です。リング上ジャーマンの応酬です。今の本当ね、ジャーマンの応酬見事ありますね、はいはい、そして今度は綺麗に打った。綺麗です。もう一発。おっとおっと、今のこのどうか。
ロープに引っかかって今場外に落ちました。場外に落ちました。長与千草を追っていくか、長与千草を追っていくか、追ってこれは危ないぞ。トップロープから場外に飛んだ。トップロープから場外に、これはどうだったんでしょうか。あっと、そしてここでパイルドライバーでやります。パイルドライバーですか今のは、場外のパイルドライバーですね。怖いことをやりますね。はい、さあ、おっと長与千草なんと13、14、おお、鉄柵に近づけた。長与千草危ない。今度は長与千草が鉄柵を越えて、18、19、カウントが続けられて、今ゴングが鳴りました。場外戦エスカレート、両者場外カウントアウト。いや、鉄柵を越えたのがちょっとね、両選手にとってこれは計算外でした。そうですね、もうあれで戻れないですからね。戻れませんもんね、はい。いやー、これは残念でした。長与千草ちょっと負荷をいらすぎましたか。まだやってます、まだジャーマンをやろうとしております。ブル中野の執念も大変なもんです。そしてデビルが入っていった、デビルが入っていった。さあ、選手が全員入っていきました。まあ、この両者場外カウントアウトではやはりデビルの執念もブル中野の執念も完全に燃焼はできません。ファンからもう1回コールが巻き起こる大宮スケートセンター。まあ、ファンの気持ちもそうでしょう、両選手の気持ちもそうでしょう。このままでは完全燃焼できません。消火のまま終わります。まあ、しかしこれは仕方がないですね、宮本さん。そうですね、まあ、場外パイルドライバーでね、追い込んだんですけどもね、はい。